上場開始。情報隊本部、こちら移動開始隊。山田浜からで上陸した敵は今津の第1隊に浸水し撃退中。正面キープ。こちら情報隊本部了解。正面、黄色い旗が振られている地域をご覧ください。正面の車両が移動監視隊の装備する地上レーダー装置1号海です。移動監視隊は沿岸地域の攻撃に転換し、情報資料の収集に移る部隊であり、沿岸から侵入する敵部隊等の監視活動を行います。現在ご覧いただいている地上レーダー装置1号海は、車両に積載してあるレーダーを高く伸ばすことで広域にわたり情報収集をすることができます。左手上空をご覧ください。ただいま侵入してまいりましたのは、大阪府八尾市に駐屯します第3機構隊の多用途ヘリコプター UH-1J です。 UH-1J より偵察中隊空中偵察班の班4名がロープを使用して、偵察小隊、こちら中隊長、今その第1隊の異常を解明せよ。こちら偵察小隊了解。左手をご覧ください。侵入してまいりますのは、第3偵察戦闘大隊偵察中隊の出撃用オートバイです。オートバイ隊員は富山や三ヶ崎を走行すると、あらゆる危険を克服し偵察活動を実施します。続いて出発するのは87式偵察警戒車、通称 RCV です。 RCV は25ミリ機関砲を取り、中隊長は敵警戒部隊の駆逐を決心し、戦闘小隊長に攻撃を指示します。戦闘小隊長、こちら中隊長、今その第1隊の敵は1個小隊規模の敵警戒部隊と判断する。
中隊は今の状態の敵を撃破し、前進を削る戦闘正体、マイエル。国家、パリパリを供給、目標、今の状態、敵部隊。戦闘正体、了解。特化了解。中隊長の命令を了解した各部隊が攻撃準備を開始しました。当初、兵庫県姫路市に駐屯します中部方面特化連隊の 155mm 榴弾砲、通称 FH70 が射撃を開始します。続けて大きな音がします。ご注意ください。目標、今の状態、締め初代ランチャーク今最終ランチャーク今左手をご覧ください。通称 MCV です。 MCV が射撃します。続けて大きな音がします。ご注意ください。
こちら先行総隊長今所の部隊位置は現在の辺的ケース追撃警察こちら中隊長了解中隊は出撃敵の中心地域に生存を進出今津の台の敵情を解明撃破した中隊長は警察活動の再開を決心し引き続き警察小隊に前進を指示します警察小隊長こちら中隊長前進再開せよ中隊長こちら小隊了解小隊は引き続き警察小隊へ前進を再開する小隊前へ中隊長の命令を受けた警察小隊長は警察活動を再開し前進を開始します警察部隊が引き続き情報を収集するため敵の中心地域に潜入しますこれから安全確認を行います危険ですのでグラウンドの中や訓練参加車両に絶対に近づかないでください記念行事の会場予定についてご案内します本部庁舎北